で徐々に伸びがなくなってきてなくなる。あーいいねいいね、やっぱ買ってよかったねこれね。うん、クリスマスプレゼント自分用に買いました。頑張った自分へのご褒美なんてことを言う人がいますけど、イラッとしますね。やかましいなんて、ね、言いたくなりますけど。これ何かと言いますとね、ピアノのペダルなんですよ、ペダル。まあ、このね、あのローランドの FP30、これ、まあ、実売価格ね8万ぐらいで売ってるやつなんですけど、まあよくできてますね。8万ぐらいで、ね、よくできた、まあ、電子ピアノですよ。それについてる、まあ、ペダルね、こんなね、この付録でついてるペダルあるんですけど、これあまりにもねチャッチくて、ね、やっと手に入れた次第でございます。見てください、これ付録がこれですよ。チャッチーでしょ。それに対して別売りの、ね、本格的なやつ、まあ、できればねこう 金メッキが欲しかったんだけどね。ね、普通あのピアノのペダルって金色じゃないですか、ね、これ金色にして欲しかったんだけど、でもこれしっかりしてますね。でね、まあピアノのこと、まあ、普通の方はねご存知ないと思うんで、ペダルの役割っていうのをね簡単にご紹介しておきたいんですけど、まずはねこの付録についてるやつ ね、これは見た目がチャッチー、しかもオンとオフしかできないんですよ。でも今回購入したこいつはねハーフペダルっていうのができて、オンとオフ以外にこの中間のハーフペダルっていうのがね使えるというところがミソですね。なぜこのハーフペダルが必要なのかっていうのもね後でご紹介しますけど、まずはねこのもともとついてた付録でこのペダルの用途、あのこのペダルの役割をご説明しますと、普通ピアノの鍵盤っていうのはこれ真ん中のドの音ですけど、こうやって押し続けると音も鳴り続けますよね、ドードーって。でも離すとパッて止まるじゃないですか。そういうものなんですよね、あのピアノの構造的にそういうものなんですよピアノっていうのは。でもこのペダルを足、これはまあ足で踏むわけですけど、足で踏んでおけばこれを離してもほら鳴り続けますよね。そういうことなんですよ。これによってあのこれによって楽曲が豊かになると、いうことなんですよ。で今回用意したのがクイーンのボヘミアンラプソディなんですけど、まずはねこの付録のやつで、オンオフだけでもね十分まあ、あの役には立つんですけど、ね、それにハーフペダルを使うとどうなるかっていうのはまた後であの今回買ったやつで検証してみたいと思うんですけど、とりあえずこの付録のやつで、うん、オンオフだけでボヘミアンラプソディをやってみますね。まあイントロの部分ですね、うん、ここですよ。ここで今踏んでるわけですね。これをペダルなしでやるとうん、味気ないじゃないですか。特にこのこれね、でこう戻るときに切れてしまうんですね。これを踏んでるとで戻りながら、でできるわけなんですよ。こういうことですね、このペダルの活用法。まあオンとオフだけでも、ね、十分使えるんですけど、これが歌に入っていくと「ママジャスキーダマン」これがね
やっぱりね、このワーンワーンとうなってるじゃないかなと思うんですよね。これをね、だからハーフペダルにを用いるとうなりがなくなるんじゃないかと、まあ、期待しているわけですよ。そういうことでね、今回思い切ってハーフペダル付きのいいやつを購入したという次第なんですね。じゃあ今回買ったやつに取り替えて、そのハーフペダルの効果実感できるかどうか、やってみます。はい、つなぎました。ここにスイッチがあるんですけど、これはちょっと分かんないな。とりあえず下げた状態でやると、オフでハーフペダル、スイッチがあるんですけど、これを上に上げてみると違うのかな。ああ、そうか、これはグラデーションになってるね。ああ、このスイッチでこの下げるときっちりなんか境目ができる、で上げると境目がない感じで、グラデーションでスムースに戻し加減とこのサスティンの長さっていうのが完全にリンクしているっていうことですね。ああ、これいいな。だから徐々に戻すと、これが全押しで、徐々に戻していくと、ここが、まあ、いわゆるハーフペダルの真ん中ぐらいのサスティン、音の伸びが真ん中ぐらいで、徐々に伸びがなくなってきて、なくなる。ああ、いいねいいね、やっぱ買ってよかったねこれね、じゃあこれでボヘミアン ラプソディを、ハーフペダルを用いてやってみようかな。はい、いいですね、いいですね、買ってよかった、これもね、今年買ってよかったものベスト10に入ってくるね、次回今年買ってよかったものベスト10やりますからね、こうご期待。